はい、こんにちは、高井です。今日ね、テレビでね、ロシアで忍者が人気やと聞いたんで、伊賀上野に来てみました。で、今からいろんなとこ回ってみます。このね、だんじり会館というとこでね、忍者の格好をすることができます。ドローンします。忍者ファイトをします。伊賀忍者の旅、楽しかったですね。ぜひね、伊賀に来たら忍者の格好をすると100倍楽しめると思います。以上です。